岡本木道新規儀一1文政4年の江戸には雨が少なかった記録によると正月から7月までの半年間にわずか一度しか降雨を見なかったということである7月の七夕の夜に久しぶりで雨があった 続いて翌8日の夜にも大雨があったそれを口切りにだんだん雨が多くなったこういう年はいわゆる片振り片照りで秋口になって雨が多いであろうという老人たちの予言がまず当たった方で8月から9月にかけてとかくに曇った日が続いたその9月の末である京橋八丁堀の 卵屋神道に住む南町奉行所の寄木秋山嘉平次が新川の酒問屋の隠居を訪ねた隠居は自分の店の裏通りに小さい隠居場を構えていて秋山とは年来の五敵であった秋山も今日は非番であったので昼過ぎからその隠居場を訪ねて例のごとくうろの勝負を争っているうちに「秋の日もいつかくれ」 細かい雨がしとしとと降り出した秋山は石を置きながら表の雨の音に耳を傾けた「また降ってきましたな」「秋になってからとかくに雨が多くなりました」と隠居も言ったしかしこういう時には少し降った方が気が落ち着いてようござります ここで夕飯をちそうになって2人は好きな勝負に時の移るのを忘れていた秋山の屋敷ではその出先を知っているのでどうで今夜は遅かろうと予期していたがやがて4つ午後10時に近くなって雨はいよいよ降りしきってきたので中間の千助に雨具を持たせて主人を迎えにやった明日のお勤めもござります。 もうそろそろお帰りになりましてはいかが迎えの口上を聞いて秋山も夜のふけたのに気がついた今夜の敵討ちはまた近日と約束して千助と一緒にここを出ると秋の夜の寒さがにわかに身にしみるように覚えた千助の話ではさっきよりも小ぶりになったとのことであったがそれでも雨の音が明らかに聞こえて いくらか西風も混じっているようであったそこらの町家は皆表の戸を閉め切って暗い往来にほとんど明かりの影は見えなかったがその時代の人は暗い夜道に慣れているので中間の持っている提灯一つの光を頼りに秋山は富島町と川口町との間を通り抜けて亀島橋に差し掛かった橋の上は風も強い 秋山は傘を傾けて渡りかかると、後ろから。不意に声をかけたものがあった。旦那の小吟味は違っております。これでは私が浮かばれません。それは？この世の人とも思われないような。低い悲しい声であった。秋山は思わずゾッとして振り返ると。 暗い雨の中にその声の主の姿は見えなかった明かりを見せろ中間にちょちんをかざさせて彼はそこらを見回したが橋の上にも橋のたもとにも人らしいものの影は見いだされなかった「お前今何か聞いたか?と」と秋山は念のために中間に聞いてみた。 いいえと千助は何も知らないように答えた秋山は不思議に思った極めて細いかすかな声ではあったが雨の音に混じって確かに自分の耳に響いたのであるそれとも自分の空耳であるいは雨か風か水の音を聞き誤ったのかもしれないと彼は 半半信半疑でまたた。歩き出した八丁堀へ行きついて卵子屋神道に入ろうとすると神道の北側の角には玉円寺という寺があるその寺の門前で犬の激しく吠える声が聞こえた「黒目何を吠えて嫌がる!と」と千助は提灯を差しつけたその途端に 秋山の後ろからまたもや怪しい声が聞こえた「旦那の吟味は違っております」「何が違っている!と」と秋山はすぐ聞き返した「貴様は誰だ異兵でござります」何「何異兵貴様は一体どこにいるのだ俺の前に出てこい!」それには 何の答えもなのたただ聞こえるものは雨の音と寺の塀から往来へ覆いかかっている大きい霧の葉にざわめく風の音のみであった犬は暗い中でなお吠え続けていた「すけお前は何か聞いたかいいえ」とすけはやはり何も知らないように答えたそれでも 俺の言う声は聞こえたろう。旦那様のおっしゃったことはよく存じておりますはじめに誰だと言ってそれからまた異変とおっしゃりましたうん言いかけて秋山は何か急に思いついたことがあるらしくそれぎり黙って足早に歩きだして自分の屋敷の門をくぐった家内の者のを皆寝かせてしまって秋山は 庭に向かった四畳半の小座敷に入って、小さい机の前に座った御用の書類などを調べる時にはいつもこの四畳半に閉じこもるのが例であった秋の夜はいよいよ更けて雨の音はまだやまない秋山は御用箱の蓋を開けて一束の書類を取り出した彼は銀身より木の一人であるから 自分の係の裁判が数十件もたたまっているその中で明日のしらすへ呼び出して吟味するはずの事件が2つ3つあるが秋山はその下調べを後にして他の1件書類を机の上に置き並べたそれは本庄柳島村の遺兵殺しの一件であったこの月の3日の宵に 柳島の町と村との境を流れる小川のほとりで村の百姓助蔵のせがれ伊兵衛という者が殺されていた伊兵衛は今年22で農家の子ではあるが瓦焼きの職人となって中野里の瓦屋に毎日通っているとそれが何者にか鎌で切り殺されて道端に倒れていたのである下手人はまだ確かにわからないが 村の百姓陣吉というのがまず第一の県議者として召しとらえられた陣吉が疑いを受けたのはこういう事情によるのであった同じ百姓とは言いながら陣吉と伊兵衛とは家柄も信頼も全く相違して陣吉の家はここらでも指折りの大百姓であったが2人は子供の時に同じ手習い師匠に通っていたという関係から 成長の後にも心安く付き合っていた伊兵衛は職人だけに道楽を覚えて天神橋の近所にある小料理屋などへ入り込むうちにかの仁吉をも誘い出してこの頃は一緒に飲みに行くことが多かった同年の友達ではあるが仁吉は比較的右武である上に双方の信頼がまるで違っているので仁吉は旦那 伊衛はお供という形で料理屋の勘定などはいつも仁吉が払わせられていたそのうちに伊兵衛の取り持ちで仁吉は亀屋という店に奉公しているお園という女と深い馴染みになって少なからぬ金をつぎ込んでいるとそれを気の毒に思ってひそかに彼に注意を与えるものがあったお園と伊兵衛とは そのい彼らは凶暴して仁吉を籠絡しその懐の銭を搾り取って陰では舌を出して笑っているというのであるそれが果たして本当であるかないか仁吉もまだ確かな証拠を見届けたわけではないがそんなうわさを聞いただけでも彼は内心甚ははだ面白くなかった。 その以上のことは吟味がまだ行き届いていないのであるがこれらの事情から推察すると3日の酔いに伊兵が瓦屋から帰ってくる途中で偶然仁吉に出会ったかあるいは仁吉がそこに待ち受けていたかともかくも何かの口論の末に仁吉が彼を殺して逃げ去ったものであろうと認められたのも一応は無理もなかった。狂気の鎌は、 ああたかもそこらにありあわせたのかあるいは陣吉が持ち出してきたのかそれはわかからなかったしかし仁吉は亀屋のお園のことやまたそれについてこのごろかの異兵に悪感情を抱いていることなどは全て正直に申し立てたが異兵を殺害した事件については一切何にも知らないと言い張っているのでその吟味は容易に落着しなかった。 彼は呪郎のままで裁判の日を待っているのであったその係の吟味方は秋山嘉平次であるその秋山の耳に今夜怪しい声が聞こえたのである旦那のご吟味は間違っておりますそれを誰が訴えたかこの暗い雨の夜にしかも往来で れがそれを訴えたのか。訴えたえ者は「異兵でござります」と自分で名乗った殺された異兵の魂が迷ってきて本当の下手人を探し出して自分の敵を打ってくれと訴えたのであろうかそれならば単に吟味が違っていると言わないで本当の下手人は誰であるということをなぜあからさまに訴えないのか 秋山は机に向かってしばらく考えていたがやがてにわかに笑い出した畜生、今どきそんな古手を食うものか仁吉の家は物持ちであるその一人息子が人殺しの罪に問われるのを恐れて彼の家族が何者かを買収して異兵の幽霊をこしらえたのであろうそして自分の外出するのをうかがって 階段めいた狂言を試みたのであろうと秋山は判断した「よしその狂言の裏を書いて仁吉めこっぴどく引っ叩いてやろう」「仁吉の罪行については秋山も実はまだ半信半疑であったが今夜の幽霊に出会ってからその疑いがいよいよ深くなった彼がもし潔白の人間であるならば」 その家族どもがこんな狂言を試みるはずがないと思った明くる朝秋山嘉平次は同心の奥の久兵を呼んで柳島の異兵殺しの一件について特別の探索型を命令した人をバカにして嫌がる 目の覚めるようにたいじつけてやれ」と秋山は言った奥野も笑いながら出て行ったその日の町奉行所に陣吉の吟味はなかった秋山は他の事件の調べを終わっていつもの通りに帰ってくると夜になって奥野が彼の四畳半に顔を見せた彼は一人の手先を連れて 柳島方面へ探索に行ってきたのである秋山は待ちかねたように聞いた「いやあご苦労どうだ何か面白い種が上がったかなまず伊兵衛の家へ行って親父の佐蔵を調べてみました」と奥野は答えたするとどうです 蔵の家へも幽霊のようなものが出てもちろんその姿は見えないのですがやはり威兵の声で下手人の陣吉は人違いだというようなことを言ったそうですしようのねえヤだなあと秋山は舌打ちしたどこまで人をバカにしてやがるのだそれで助蔵の家のやつらはどうした あいつらのことですからもちろん本当に思っているようですいや佐蔵の家ばかりでなく往来でもその声を聞いたものがあるそうですあの辺の町家の女が一人百姓の女が一人日が暮れてから町境の川の淵井平が殺されていたところですそこを通りかかると暗い中から 異兵の声で女どもはキャッと言って逃げ出したそうです。そんなわけで、あの辺では幽霊のうわさが一面に広がって、誰でも知らないものはないくらいです。そこで気候の鑑定はどうだそんな芝居をするのは陣吉の家のやつらか、異兵の家のやつらか。と秋山は聞いた。そこです。 と奥野はひとすひ進めた「あなたの鑑定どおりどうでその幽霊は偽物に相違ありませんが私も最初は陣吉の家の奴らだろうと思っていました仁吉の家は物持ちですから金をやって誰かを抱き込んでこんな芝居をさせていることとにらんだんですがだんだん戦議してみるとどうも助蔵の方が怪しいようです」 それは少しあべこべのようだがそんなことがないとも言えねえ一体その助蔵というのはどんなやつだ助蔵は生まれつきの百姓で薄ぼんやりしたようなやつですが女房のお清というのはなかなかしっかり者で十八の年に助蔵のところへ嫁に来てその沸く年に異兵を生んで今年ちょうど四十になるそうですところで ご承知かもしれませんが伊兵衛は僧侶でその下に伊八という弟があります伊八は兄貴と二つ違いで今年二十歳になりますうん秋山はうなずいた兄弟であれば声も似ている弟の伊八が作り声をして兄の幽霊に化けているということは もう分かりすぎるほどに分かってしまった気の短い秋山はすぐには八を引き上げて敵毒く脅しつけてやりたいようにも思ったが彼はもう四十を超している多年の経験上せいては事をし存じるのを実例をもたくさんに知っているのでしばらく黙って奥野の,の報告を聞いていると相手は続けて語りだした「おふくろのお清は」 今も言うとおりのしたたかものですから今ら仁吉を下手人にしてみたところで死んだせがれが生き返るわけでもないので欲に転んで敵の味方になって仁吉は人違いであるということを世間に吹聴すればそれが自然に神の耳にも入ると思って偽幽霊の狂言を書いたらしいのです。無論それには、 仁吉の親たちからもまとまったものを受け取ったにそうありますまい弟の伊八というやつも兄貴と同じような道楽者で小博打なども打つといいますから兄貴の死んだのを幸いにおふくろと一緒になってどんな芝居でもやりかねません近所の者の話によると伊兵衛と伊八は兄弟だけに顔つきも声柄もよく似ているということです それからお園という女も調べたか天神橋の亀屋へ行ってお園のことを聞いてみるとお園は異兵が殺されても仁吉が挙げられても一向平気ではしゃいでいるそうですもちろん一応は取り調べてみましたが今度の一件については全く何も知らないらしく仁吉も井兵も座敷だけの顔なじみで ほかにかかり合いはないと済ましていましたがそれはうそでどっちにもかかり合いのあったことは亀屋の家もみんな知っていました一体だらしない女でほかにもまだかかり合いの客があるとかいううわさです年は22だといいますから仁吉や伊兵衛と同い年で器量はまんざらでもない女でした それだけで伊八ときを引き上げてはまだ早いかなと秋山は考えながら言ったそうですねと奥野も首をかしげたもう大抵は分かっているようなものですが何分にも確かな証拠が上がっていませんから下手なことをしてしまうとあとの調べが面倒でしょうこっちに確かな証拠をつかんでいないと 相手が強情者である場合にはその戦技がなかなか面倒であることを秋山もよく知っていた「そこであとのことは藤次郎に預けてきましたがどうでしょう」と奥野は秋山の顔色を伺いながら言ったそれでよかろう。手先の藤次郎は初めからこの事件にかかり合っている上に 平成から相当の腕利きとして役人たちの信用もあるので秋山も彼に預けておけば大丈夫であろうと思ったそこで今後の処置は藤次郎の探索の結果を待つことにして奥野はひとまず別れて帰った夕べの雨は明け方からやんだが今日も一日曇り通して薄ら寒い湿っぽい夜であった 奥野が帰ったあとで秋山はまたもや机に向かって明日の吟味の調べ物をしていると屋根の上を小潔が鳴いて通った彼は自分が今調べている仕事よりも異兵殺しの一件の方が気になってならなかった事件そのものが重大であるということよりも幽霊の仮装を使って自分をだまそうとした彼らの所業が いしくてならならのである土地のやつらをだますのはともあれ自分まで一緒にだまそうというのはあまりにも神役人を侮った仕方である一日も早く彼らの正体を見表らして偶の根も出ないように退治づけてやらなければ自分の胸が収まらないのであった俺はひどく焦っているな彼は 自らあざけるように笑ったいかなる場合にも冷静であるはずの自分が今度の事件に限って焦りすぎるのはどういうわけであるかいまいましいからといってむやみに焦るのはあまりに素人じみているのではないかこんなことで八丁堀に住んでいられるかと秋山は勤めてかの一件を忘れるようにして他の調べ物に取りかかったが やはりどうも気が落ち着かなかったそうして今にも藤次郎が表の門を叩いて元岡報告してくるように思われてならないので今夜も家内のものを先へ寝かして秋山は夜の更けるまで机の前に座り込んでいた寝床に入ったところでどうでやすやすと眠られまいと思ったからであるそのうち本国町の9つ 午後12時の鐘の音が沈んで聞こえたごいさぎがまた鳴いて通った秋の夜が長いといってももう夜中である少しは寝ておかなければ明日の御用に差し支えると思って秋山も無理に寝たくにかかり始めると表で犬の吠える声が聞こえた続いて門をたたくものがあった 秋山は待ちかねたように飛んで出て中間や下女を呼び起こすまでもなく自分で門を開けに行くと細かい雨がハラハラ顔を打った暗い門の外には奥野と藤次郎が立っていた藤次郎はまず奥野の門をたたいてそれから二人で連れ立ってきたものらしい秋山はすぐに彼らを奥へ通すと奥野は急いで口を切った どうも案外な事件が起こりましたどうしたやっぱり柳島の一件かと秋山も少しく胸を躍らせながら聞いたそうでございますと藤次郎が入れ替わって答えた奥野の旦那がお引き上げになったから私は亀屋のそばの柳屋という家に張り込んでいました伊八のやつはそこへたびたび飲みに行くことを聞いていたからです 昨日ととも,も来なかったから今夜あたりは来るだろうというので私も客のつもりで小座敷に飲んでいました亀屋は2階ですが柳屋は平屋ですから表の見えるところに陣取っているともういつつ午後8時ごろでしたろうか放かぶりをした一人の男が柳屋の店の方へブラブラやってきましたどうも伊八らしいと思って家の女中に聞いてみると 確かにそうだというので油断なく見張っていると伊八は柳屋の前まで来たかと思うとまたふらふらと引っ返していきます「こいつ俺の張り込んでいるのを悟ったのか?と」と私もすぐに立ち上がって表をのぞくと近所の亀屋の店口からも一人の女が出てきましたその女はお園らしいと見ていると伊八とその女は黙って歩きだしました言いかけて 彼は頭をかいた。旦那方の前ですがここで私はとんだ土ジを組んでしまって誠に面目次第もございませんそれから私がすぐに後をつけていけばよかったのですが柳家は今夜が初めてで私の顔を知らねえ家ですからむやみに飛び出して食い逃げだと思われるのも尺に触るから急いで感情を払って出るとあいにくまたひよ逃げたの鼻緒が切れてしまいました 秋山は笑いもしないで聞いていると藤次郎はいよいよ決まりが悪そうに言った「さあ困ったしかたがねえから柳家へまた引っ返して草履を貸してくれ」と言うと向こうでは気を利かしたつもりで日和桁を出してくれるいや雨上がりでも草履の方がいいというそんな押し問答にひをつぶしていよいよ草履を突っかけて出ると。 これがまた鼻緒が緩んでいてバカに歩きにくいそれでもまあ我慢して道の悪いところをとびとびに「まったくあの辺は道が悪いな」と奥野は彼を取りなすように言った「ご存じのとおりですから実に歩かれません」と藤次郎も言い訳らしく言った「おまけに真っ暗と来ているので」 今の二人はどっちの方角へ行ったのかわからなくなってしまいましたそれでもいいかげんに見当をつけて川岸図体に歩いていくとあそこに超徳寺という寺がありますその寺門前の川端を並んでいくのがどうも伊八とおそのの後ろ姿らしいのです暗闇でよくそれが分かったなと秋山はなじるように聞いたあとで考えてみると それが全く不思議です。その時には男と女の後ろ姿が暗い中にぼんやりと浮き出したように見えたのです本当に見えたのか確かに見えました藤次郎は小声に力を込めて答えたがその額には不安らしい小じわが見えた3 それじゃあ仕方がねえ。その暗い中で二人の人間の姿が見えたとして、それからどうしたと、秋山は催促するようにまた聞いた。私は閉めたと思って、その後をつけていきました。と、藤次郎は答えた。伊八とお園は、蝶徳員の前から脇坂の下屋敷の前を通って、柳島橋の方へ行く。 づたいの一本道ですから見はぐる気遣いはありませんあいつら一体どこへ行くのか妙見様へま参りでもあるめえと思いながらまあどこまでもっていくとそれがどうも不思議でいつの間にか2人の姿が消えてしまいましたバカ野郎狐にでも化かされたなと秋山は叱った そう言われるとひと言もないのですがまさかに私が貴様は酒に酔っていたので狐にやられたのだ江戸っ子が柳島まで行って狐に化かされりゃ世話はねえあきれ返ったまぬけ野郎だざまあ見ろ秋山は腹立ちまぎれに頭からこき下ろした奥野も鳥なすすべもなしに黙っていると藤次郎はいよいよ恐縮しながら言った まあ旦那お聞きください。今も言うとおりよくよく考えてみると暗い中で見えたのが不思議で見えない方が本当なのですから私も今さら変な心持ちになりました。ひょっとすると畜生めらにやられたのじゃないかと眉毛を鳴らしながらそこらを見渡しても辺りはただ真っ暗で何にも見えません。当たり前よ 秋山しかた,叱った仕方がなしにすごすご引き上げて元の調徳院の辺りまで帰ってくると何かそこらが騒々しくって大勢が駆けていくようですからぼやでも出しあがったかと思って通りがかりの者に聞いてみるとやっと思う。驚きました町と村との境にある小川の淵に助賀蔵のせがれの伊八が切られて死んでいるというのです 私もあっけに取られながらすぐにその場へ飛んでいくと伊八は全く死んでいました近所の者が集まってわやわや言っているのをかき分けてその死骸を改めて見ると伊八は鎌のようなもので首筋を切られているのです兄貴も鎌で殺され弟も同じような刃物で切られているしかもその死んでいる場所が 兄貴ののの殺されたととと同じところだというので、みんなも不思議がっているのですその知らせに驚いて助蔵の夫婦も駆けつけてきましたから私はその女房のおきをとっ捕まえて本人の家へ引きずって行って厳しく取り調べるといくらかしっかり者でもさすがに気が転倒していると見えて案外にスラスラと白状してしまいましたやっぱり旦那の鑑定通り 兵を殺したのは仁吉の仕業とわかっているのですが今ら仁吉を咎人にしたところで死んだ我が子が生き返るわけでもないからいっそ欲に転んだ方がマシだと考えて仁吉の家から三百両の金をもらって弟の伊八を幽霊に仕立てたのだそうですそれでまず幽霊の正体はわかったがさて今度は伊八の下手人です 仁吉の嫌なやつらだろうなと秋山は口を入れた誰もそう考えそうなことで現にお清もそう言ってましたと藤次郎は答えたお清はその300両のうちから50両だけを伊八に渡してあとは裏手の空き地に埋めてしまったそうです伊八はまたその50両を女とバクチでたちまち吸ってしまって 残りの金を渡してくれとゆすってもおふくろは気が強いからなかなか受け付けないそこで伊八はき吉の家の方へねだりに行くそれが二度も三度も続くのでき吉の家でもうるさくなって秘密を知っている伊八を生かしておいては一生涯のらいだからいっそなきのにしてしまえと誰かに頼んで殺させたにそういないとお清は泣いて訴えるのです 私もまずそうだろうと思いましたがただ少し不思議なことはそう言うとまた叱られるかもしれませんが伊八とおそのは川岸自いに妙見様の方へ行ったらしいのにそのお園はいつの間にか見えなくなって伊八だけがここへ来て死んでいるもちろん私が狐に化かされたとすればしかたもありませんが。 そこがなんだか腑に落ちないので念のために亀屋の方を調べてみるとお園は日が暮れてから紙謎をきれいに書き上げていつもよりも念入りにお化粧をしていたかと思うとふらりとどこかへ出ていったままで今でも帰ってこないというのですそうなると私がお園の姿を見たというのはまんざらきつねでもないようで。 彼はやわらかに一種の反ばくを試みた秋山の剣幕があまりに厳しいので彼は一段と恐縮したように見せながら徐々に備えを立て直して江戸の手先がむやみに狐なんぞに化かされてたまるものかという意味をほのめかしたのである秋山は黙って聞いていたあくる朝奥野は 藤次郎を連れて再び柳島へ出張るとさらに新しい事実が発見されたお園の死骸が柳島橋の下に浮かんでいたのである橋のたもとには血に染みた鎌が捨ててあったばかりでなくお園の合わせと襦袢の袖にも血の跡がにじんでいるのを見ると彼はまず伊八を殺害しそれからここへ来て受水したものと察せられた。 こうなると私が見たのもいよいよ嘘じゃありませんよ」と藤次郎は言った。それにしても道連れの男は誰だ？伊八じゃあるめ」え。と奥野は首をかしげた。さあそれがわかりませんね。伊八によく似た男といえば兄の伊兵でなければならない。伊兵の魂がお祖のお誘い出して。 まず伊八を殺させてそれから彼を水の中へ導いていったのであろうか藤次郎が伊八と思って尾行したのは実は伊兵衛の亡霊の影を追っていたのであろうかそれは容易に解きがたい謎である仁吉の家族はみんな厳重に取り調べられて父の甚右衛門は一切の秘密を白状した それはお清の申し口と符号していたが伊八殺しの一件について彼はあくまでも知らないと主張していた伊八を殺したのはお園の仕業と認めるのほかはなかったそれにしてもお園がなぜ伊八を殺したか伊八が兄の仇を討とうとしないでもかえって敵の味方になって働いているのを お園が憎んで殺したとも思われるがその平成から考えるとお園の胸にそれほどの情熱を忍ばせていようとは思われなかった藤次郎の目に映った幻影がもし異兵の姿であるとすればその魂が上婦の力を借りて憎むべき弟を滅ぼしたとも見られる果たしてそうならばお園は男の魂に導かれて 一種の魔術にかかったもののように、ほとんど無意識にいはちを殺したのであろう。同じ場所において。同じ刃物を持って。最初の幽霊が果たして偽物であったことは起きよと仁右衛門の白状によって確かめられたが。後の,の幽霊が果たして、本物であるかないかを確かめえるものはなかった。 たぐういう類の階段を信じまいとする秋山もそれに対して正党の解釈を与えることができないのを残念に思ったもう一つ秋山を沈黙せしめたのは伝馬町の牢屋につながれている下手人の陣吉が頓死したことであるそれはあたかもかの伊八が殺されたと同時刻であった ご視聴ありがとうございました岡本喜道作の他の作品はこのようなものを朗読しておりますまたおすすめの朗読動画はこちらですどうぞ合わせてご視聴ください